おはようございます。2011年11月24日木曜日、6時5分がもう6時10分になろうとしております。ですね、音が出なくて焦ってみたらマイクが抜けてたってもうなんともね、まあそういうこともあります。さてさて、今日はですね、昨日木曜日じゃない、昨日水曜日の祭日だったんで、今日明日、行くとまたお休みという方も多いかと思いますが、今日はですね、IT メディアニュースからこれ、Facebook 世界中の 4.7 人は友達の友達という調査結果ということで、まあ世界は6人返せば、世界中の人を誰か全部つながっているというね、いう有名な話がありますけれども、 Facebook で調べるとですね、なんと 4.7 人、目は友達の友達という調査結果になったということで、まあ、要は、まあ、Facebook の中であれば、まあ、7億2000万人というところで、これミラノ大学が調べた数らしいんですけれども、そうするとまあ平均それぐらいでつながってるよっていうことが出てきたわけですね。でもこれってもう具体的にこういうね、 Facebook なんかを使うと、まあこれつながりの推移なんですけども、まあこの辺はすごいですよね。でかつその同じ国っていうふうに一つの国の中で絞れば、3点何人やったかな、3.7 人かなんかだったんですけども、とにかくそういう少ない人数でもうつながってますよということなんですよね。まあ確かにコンピューターというか、こういうデジタル化されたデータとしてもきっちりこう出てくるので、こういうものもサクッとこう分かってしまうというか、それでつながってるっていうか、これがもう本当すごいですよね。ある意味だから、なんていうんですかね、本当にその狭い世界ではあるんですけども、ただ面白いことに、じゃあ狭いからといってみんなが同じものをいっぱい見てるのかって言ったら今度逆に違うんですよね。その Facebook とか Twitter もそうですけども、自分のその好みとか自分の考え方とか、同じような立場とか、そういうものの共感する人たちの集まりでつながっていくので、みんながみんな同じものを見てるわけではないんですよね。このあたりが非常に面白いところで、だから同じものを見てるんではないけども、同じ価値観の人たちだけがこう結構強くつながっていくという傾向にあって、だからこのあたりがその統計的な意味合いと具体的に実際どうこの口コミとかね、情報が伝わってるかっていうところと見ていくと、要はいいねを押した人のつながりで広がっていくというふうに考えるとですね、本当にその同じ関連を持った人とのつながりがすごい強い一方で、でもただこう友達の友達ってタグっていくと、あっという間に全世界に波及する可能性を持っていると。このあたりがですね、実に不思議というか面白いというか、そういうそのものになっている。まあ、今までもそうだったんでしょうけど、ただ今まではマスメディアっていう、マス広告ですよね、マスメディアっていうその、大衆というものに向けてドーンとこう不特定多数に一気にバーンとこう知らしめる手段としてあったのが、それがちょっとこのソーシャルネットワークでそういうものとは少しこう違ってくるので、そのあたりがですね、この何ていうんですかね、全然こうあの人間関係がこう浮き彫りになっているというか見えてくる中では、全くその情報伝達の仕方とかそういうものが変わっているということをですね、とこう理解しておかないと、これからの世の中の動き方とかですね、そのまあ何て言うのかな、コモンセンスというか常識というか、その辺のね考え方がかなりこう違うということを特に意識しないと、日本のように単一民族で、しかも海で隔てられてこう一つの文化圏として育ってきた
歴史を歩んできた国にはちょっとね、こう理解しにくいような世の中になってきてるんじゃないかなというような気がします。まあ、本当にこう、そういう意味では面白いね、ところになってるんじゃないかなという感じですね。さて、そんなところで今日は10分ぐらいから始まったんで15分にもそろそろなろうとしてますけれども、まあ、これはね非常にね面白い実際にデータじゃないかなというふうに思います。まあ、こういうね日本はいまいちこうソーシャルネットワークが広がってないわけですけども、ただそこにはこういう何ですかね、そのソーシャルネットワーク独自 の、 その同じ価値観の人たちがこう集まっていくみたいなところがあったりとかする中で、こう日本人ってどうもそういうなんてあんまり得意じゃないのかなという気がします。さてそんなところで、もう6時15分回りました。今日は木曜日ですね。今日ちょっとまあ寒くなってきてますけども、風邪をひかないようにということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。